こっから始まるのね。はいはいはい、警察署で父兄さんの制服をお借りしたところですね。でもあのコインは欲しいな。コイン取って、いやだってどこに足振ってくるか、あー分かんないって。あらら、この辺屋根ある場所通ってけばいきなり踏みつけられることはないんじゃないの。とりあえずはで、うわー聞き覚えの RSE。 あれ、ここで2人いる。あ、こっちのやつよく見ると目つきちげえな。邪悪な目つきしてるわ。あ、こっちは悪者なんだ。じゃあで、うわー、ちょっとこの角度汚い、圧倒的に汚い絵面。どうしよう、コイン取らせて。で、どこ行こうかな。あ、これさっきの父兄さんじゃないの。いや、立派な父兄さんだね。さっき会っただろ、そこのあなた。諦めなければ絶対に助かります。お前の制服着てんだぞ。絶対諦めませんから、必ず助かりましょう。うわ、すげえいい人だな。助かってほしいな、この人。なんか罪悪感ものすごいわ。まあまあ、あくまでも警察は借りただけなんですけどね。諦めちゃいけません。あ、私の制服があなたの生きがいになるならあげます。本当にくれんの。わかった、また生きてこの制服を返せる時まで俺生き延びるから。だから諦めないで。こういうとこでセーブできるんだね。まあまあ、とりあえずいいわ。うおー、燃えましたけど、燃えましたけど、ちょっと、いや、ちょ、これ行く場所ねえじゃん。こっち行けそうだな。ちょっと待って、これ待ち合わせ場所にまっすぐ行けないから、うわー、回り込んでいくしか。これもう無理だろ。立って立って、立ち上がって、とりあえず歩道に出よう。このでかい建物の付近なら安心説が。いや、ちょっと僕全然見えねえよ、周りが。どうなってんの。コインコインコイン、よし、こんな時でもコインは大事。うわー、やりすぎだろ。なんだ、なんだ、ダメだ、僕もやりやがったな。うわ、すげえ金入ってる、これ。この人たち真っ当な商売してる方ですか。違うといいんですけど。思わず待っているお札を取ろうとする。こんな1枚ぐらいならバレないでしょ。あ、でも服破れちゃったよ、制服。うわ、1万円手に入れた、やった、ラッキー。え、まずい、見られたぞ。あ、これはまずい取引してましたね、完全に。始末します。おい、ちょっと待て、俺もう他に逃げなきゃいけないのいっぱいやんのに、やること多いな。いや、なんだありゃ、でもっとあっちを気にしろよ。そんな場合じゃないでしょ、とにかく逃げよう。なんて怪しい男たちなんだ、逃げよう。少なくとも親切な人には見えないな、逃げよう。捕まると大変なことになりそうだ、逃げよう。これ選択肢いらないのでは。同じだろうが結論、少なくとも親切な人には見えないな。逃げるぞ、逃げよう。逃げようしか言ってねえじゃねえか。え、ちょっと待って、どこ行けばいいんだよ。逃げようっつったってさ、ん、もうダメだ、逃げられない。危機的な状況に陥ってしまった時は、ん、びっくりマークが表示されている時に四角を押すと危機を脱することができるかもしれません。どこに表示されんだ、見てりゃわかるかな。え、どうすりゃいい。あ、来た、避けたぞ、いいぞ。で、ちょ、待って、どこ行きゃいいんだよ俺。ああ、死ぬー、無理だろ今の。まあ、始末しようとしてたんだから好都合だろ。うわ、来た、避けろ、まず一回避けて、よし、こっちにダッシュだ。で、逃げろ、いいぞ。あ、これであいつはこっち来れないんじゃないの。じゃあ、熱い熱い熱い。勝手にダメージ受けてる。これ登れる、
行くしかねえか。うわー怖えー。3万トンの質量が、いやいや怖すぎるでしょ。ちょ頑張って、本物らしき方。これは、おいいチョップだ、すごいすごい迫力だと思わずつぶやく似てる、どっちが正義でどっちが悪なんだと困惑する、どちらも負けるなと、どちらも負けるなと運動会感覚やめろ。せっかくなんで巨人をバックに記念写真を撮る。確かに記念だからね。なかなかこれ、えい、インスタインスタ、ただでさえ奇妙なコスプレしてんのに。2枚目やめろ、1枚で満足しろよ。おかわりしやがったなこいつ。もうお気づきかもしれませんが、 L を少し傾けると歩き、大きく傾けると走ることができます。そうだね。で、早くこの場から離れたい、そんな時は R1 を押しながら移動するとダッシュを行うことができます。分かってますよもう。で、スタミナが減少するんでね、左上で、スタミナがゼロになると疲れ状態になってしまう。スタミナ管理も大事だ。任せとけ。どこ行けばいいんだ、これ降りていいのか。降りらんない。向こうか、ちょっと、おお、これ大丈夫か。いや怖い怖い走れ。うわ危なかったな今の。ん、あれ、あ、目つき悪い方がやっぱりそうだったんだよな。あ、怪人だった。頑張ってウルトラマン、こっち見んのやめて。やべえ、そんなに可愛いかな、そんなにハマってるかな、父兄の服。改めて見ると大きいな、のんきか。とても有効的な武器だと思い手を振る。コスプレが気に入ったんでしょうね。とても有効的な雰囲気だ。マジで頭おかしいだろこいつ。走れおむすび走れ。うおうお、スタミナ使い切るつもりで。オッケー、あぶねえとこだった。な、何あれ、こりゃすげえ。確定だ。いやそうだろうな、変わりやがったらもうバッチリ取れてる。こういう商売の人はもう大喜びでしょう。まあ俺も撮ったしね写真。あれはいいねつくぞ、あの写真は。記念撮影。ここにいるとまずい。あ、伏せて伏せて、煙煙まずいよ。濡れたハンカチを手に当てて。動かないか。停電のようです。エレベーターは動いていません。お、どうする。よし行くぞ、こっそり。こんなところにいたら危ない。階段で上に行こう。そう言われてるじゃねえか。行きましょう。お前さ、こいつ何やってんだマジで。なんだかあのでかいのに狙われているように見えた。え、俺が、まあ、確かにこっち見たもんな。あいつのようなことでもやったのか。え、なんかしたっけ。ねえ、有効的だと思ったから手振っただけなんだけど。どうしようかな。別に何もしてないと思います。別に何もしていないと思います。そうかな。立教からこのビルの入り口まで、いやいやいや、お前さんを狙って攻撃しているように見えたぜ。たくさんいいねがつくと思って写真撮っただけです。ここで一緒にいたら危ないだ。俺も上に行くわ。いや待てよ、お前さんと一緒にいれば特ダネが取れるかもしれないってことだな。やべえやつに出会ったな。ネットニュースに記事を投稿してよろしくな。ネットの記事か。いやアクセス増やせますよこれは。え、さっきの俺の写真もいります、使います。2枚撮っといたから。センターに俺入ってるけど。いや心外だな、何かしたのかなんて。いいね欲しさに記念撮影して有効的だと思ったから手振っただけなのに。ただそれだけなのに。これもう待ち合わせどころじゃねえじゃん。どうしよう、どこ行けばいいんだ。うわちけえ。あ、セーブポイントがこんなとこにある。こういうこともあるんだな。セーブポイントってものに限らないんだ。さっきも父兄さんがセーブポイントだったもんね。こっから見ると一段とすげえ。お、写真撮ってんなさっきのジャーナリスト。
なんか物落ちてたりしないの？なんだこのつなぎの人。今は野菜の値段が上がってるから高く買うよ。今何の話してんのこいつ。え、野菜持ってたらこいつ買い取ってくれんの？え、服売れんの？買い取り専門の人なんているんだ。生写真高く売れねえかな。売れないみたいだな。そういうのもあるんだ。んお金ってじゃあ結構使うのかもしんないな。ドアが開かないんだ。あ、知ってますよ。ダッシュで壊せんの任せろ。中から人の声がしたが大丈夫だろうか。俺に任せろ。行くぜ、正義の父兄に任せろ。行くぞ。はい。おっ、コインがあるね。うわ、危ねえ、急に来るな。すげえ油断してた。危ねえ、ちょっと反応遅れたわ。え、ちょっと、近すぎでしょう。おー、これはダメだな。これ、おわ、これ先進んでいいの？コイン、コイン、とりあえずコイン、先進んでいいんでしょうか。とりあえず待ち合わせ場所に少しでも近づけるようにしたいんですけどね。怖い。何そのアドバイス。巨大な影をもっと見たい。しかし画面に入りきらない。そんな時はプレイヤーのしたいことをよく分かってるね。画面に収めたいんでしょ。そんな時は巨大な影を捉える虚影カメラを使ってみましょう。 R2 で虚影カメラと通常カメラを切り替えることができます。まあ視点変更はさっきからちょいちょいやってるな。コイン取らせて、コイン。よし。うわ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 、ちょ待って、アドバイス通りなんかよく見ようと思ってさ、ポジション探してたんですよ。いやーすげえな。うん、今ならよく見る余裕あるわ。さて、あ、すげえ、いつもと全然違う角度になる。あ、でもコイン欲しいです。よし、行くぞ。うわ、競泳、うわ、競泳カメラ迫力すげえ。で、どこ、あ、お金お金お金。よし、いや、これあえてカメラを回せないようにしてるな。うわ、危ねえ。あえて奥を見えないようにしてる。カメラが回せないもん。どうすりゃいいんだ。あ、また視点変わった。あ、待ち合わせの公園近いんじゃない。よし、行くぞ、行くぞ。あ、この人待ち合わせの人じゃない。よく知らない女性。お、出た、スペシウム光線だ。続く。え、こんないいところで、ね。